今日の主催のお一人でいらっしゃいます、日本演歌ハムレコードの菜波さんを迎えてくださいます。冒頭のお届けするとことん作間ですけども、 YouTube の方でね、大変数多く見られているそうなんですけども、さあ皆さん方のお手拍子をお借りをいたしましてお届けいたしましょう。たっぷりとお楽しみください。菜波登場です。歌はとことん坂場。7回目をこの間過ごしました。早いですね。そんなことでですね、この
七海さんが大好きなお母さんを思って、はい、ちょうど桜の花が散る頃、そうですね、その頃に天国に寄せたんだよね。そうです。悲しくて悲しくて大好きなお母さんに七海さん自身が詩を綴りました。はい、ねね、で先生に手直しをしていただいて、お手伝いされるんですけども、はい、ありがとうございます。そんなもうお母さん母を思う娘の気持ち、はい、こんなんだろうなと、その詩を読んで、はい、涙が出ましたけども、はいね、はい、タイトルにタイトルをつけていただいて、はい、ありがとうございます。タイトルは母恋桜とつけました。
じゃあ寺本さん呼びましょうか。そうですね、はい、お願いします。マイクを持ちになってきてください。よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございます。よろしくお願いします。先生、奈良さん、今は何を選んでくれたの？居酒屋。あら、はい、じゃあ居酒屋をお呼びしましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。お二人に今年一番の拍手を送ってください。